チャンネルご覧いただきありがとうございます。高菜ラーメンなんか前も食べたような、はい、いただきます。まあ普通の豚骨、うん、若干高菜の風味が効いてますね。美味しい。うん、普通に美味しいですね。なんかあんまり癖がなく、スタンダードな感じが、まあ高菜がいっぱい入ってます。こんなのめっちゃ辛でもなく、ちょっと高菜がピリッとする感じですかね。程よい辛さが美味しい。